はい、どうも、神仏応援団龍です。今日はですね、マトリックスレザレクションズについての神仏応援団龍なりの解釈についてお話ししたいと思います。ハレルヤ。はい、ということで今日はですね、マトリックスレザレクションズについてお話ししたいと思います。マトリックスですね、まあ1999年ですね、第1作目が公開になりまして、約22年ぶりにですね、2021年の12月17日に公開になったということで、もう長い期間ですね、まあ、これで 4部作目ということなんですけども、まあ見てきました。はい、でですね、このパンフレットなんかもですね、買ったりしております。はい、で、ですね、このマトリックスに関してなんですけども、私はですね、まあ以前より、まあ、この動画でもですね、おすすめの映画は何ですかということで、マトリックス見るとこの世の仕組みがわかりますよ、みたいなですね、そういう動画も撮っていたりするわけなんですけども、まあ今回が、まあ4作目ということで、まあですね、まあ中の内容に関してはまあネタバレになってしまいますので、まあ伏せますが、私がですね、まあ、私のまあ独断と偏見で私はこう捉えたっていうのをお話ししたいと思うんですが、これがですね、今回のマトリックスはですね、まずですね、もうこの世界をもう抜けろというメッセージがまず一つあったかなと思います。で、そしてそれはですね、自分でこう選択しなさいと、よくですね、あの名シーンでモーフィアスはですね、赤のカプセルと青のカプセル、赤は真実を知ることができる、青はそのままの世界に生きることができる、どっちを選ぶんだみたいな、そういうですね、選択のシーンが、まあ、有名だったりしますけども、まさにこの通りで、あなた自身がですね、何をこう選ぶのか選択しなさいと、まあ、未来をつかめということだと思うんですけども、で、何をするかというところなんですが、まあ、これはまあスピリチュアル的視点みたいな感じにはなるんですが、要するにですね、まあ時空間を超えろということだと思うんですね、まあ、時間のある世界から抜けなさいということだと思います。はい、これがですね、このマトリックスレザレクションズに、隠されたと言いますか、秘められたと言いますか、メッセージなんじゃないかなと、私個人的にはそのように、まあ、捉えて、おります。はい、じゃあ、まあ、そのいわゆるですね、その時空間を超えろってどうやって超えるんだっていう話なんですけども、まずはですね、この現実世界にとらわれすぎないっていうことがまず大きなポイントになってきて思います。まあ、世の中ですね、まあ、情勢いろんなことがありますよね。まあ、経済の部分であったり、そのウイルスの話であったり、まあ、いろいろあると思うんですけども、いろいろですね、こう波があるように見えますが、この波をですね、いかにこう受け流していくかというところがポイントなんじゃないかなと、思います。はい、で、まあ、いわゆるですね、まあ、こう何が起きたとしても、まあ、動じないっていうところが、まあ、一つポイントでもあると思うんですよね。まあ、そうは言っても、衝撃的なことがあった場合にやっぱりこう動じてしまいますよねっていうのが人間だと思うんですけど、ね、果たしてですね、これがまあどうかっていう話なんですけど、もしですね、それはもう どうかなりたくない、痛い目に遭いたくないって、いろんなですね、感情がそのようになると思うんですけども、実際のところ、まあ、一つのですね、その波を受け流すための一つの考え方として、もうこの自分のこの人生はもう決まっているっていうふうに、まあ、ある程度の自由選択はあるにしても、もう流れが決まってるんだよと、こんな時もあるこんな時もあるっていう流れがもう初めから決まっているとなった場合はどうでしょうか。そんなもんだと思うってことですね。そんなもんだと、もちろん辛い時は辛いんですけど、これもまあ次こうなるよっていうのが分かってればまだ耐えられるんじゃないでしょうかね。はい、っていう、まあ、視点を持つのが、まあ、一つ大事なんじゃないかなと思います。なので、あなたは何もできません、まあ、大きなこう波にですね、もう乗ってしまっていて、ここ何かしようがですね、ちょっとこぼうが、この大海原の大きな運航には影響がないと、まあ、それはもうあなたの流れで決まってるんですよみたいな視点も大事かなと。その反面ですね、自分で全てのことを選択して自分にこう責任を持っていくっていうのも重要になってきますので、これはですね、言ってることがもう真逆で矛盾しているように感じるかもしれないんですけども、この両面が必要なんじゃないかなというふうに思います。で、この両面を持ち合わせればですね、この時空間を超えるっていうね、ことができるんじゃないかなと
というふうに私個人的には感じておりますので、また参考にしていただければ幸いです。はい、ということで神仏応援団リュウでした。今 LINE で友達登録キャンペーンをやっております。あなたの友達登録お待ちしてます。